最近結構こう YouTuber で病む人多いなと思って、私の周りもね結構病んだりこう辛くなったりする人が多いと思うんですよね。で私が考えるこの一言のように言ってますけど、私も結構病むこと多くて、私メンタル強い自信めちゃくちゃなんですよ。そのめちゃめちゃメンタル強いなって思ってる私でさえ、やっぱりこう日によってはね、もうダメとか誰かに八つ当たりしちゃったりする日もあったりあるんですよね。だから結構こう YouTuber ってなんかこうね、好きなことで生きていくだったりだとか、楽しいとか、ゲーム最高みたいな、ポジティブな面しか見えないかもしれないけど、意外とこう病みやすい職業でもあるのかな。でそれがなんでなんだろうとか、あとは自分なりの対策法みたいな、ところをちょっと話していければなと思います。まずね、その YouTuber ってそもそも なんで病みやすいかっていうと、そのフィードバックが強烈なんですよ。フィードバックって何かっていうと、例えばさ、みんなさ道歩いててさ「いやお前めっちゃブス」とか。まあ分かんないけど、いやお前めっちゃ足遅いねとか、そのいやお前なんで勉強してないのみたいな、通りすがりの人に言われないじゃないですか。でも YouTuber って毎日自分がした仕事、まあ動画を上げるっていうのがまあ一つの仕事じゃないですか。自分のした仕事に対して毎回必ずフィードバックが来るんですよ。だからさ、勉強しててさ、みんなが勉強してて、そのまあ日によってはあるじゃないですか。調子がいい日、悪い日。すごい勉強がはかどる日もあれば、勉強がなかなかね、こう、ちょっと今日集中力ないな、みたいな日もあるじゃないですか。で、そういう、どんな日に限っても、自分がやったことに対して、必ず、こう、再生数だったりだとか、コメントだったり、グッドバットだったり、必ずね、こう、反応があるんですね。これはまあ、YouTube のいいところでもあり、悪いところでもあると思うんですけれども、必ずこう、自分のやったことに対して、フィードバックが来ると。でそのフィードバックってやっぱね、人間ってそんなにこう強くできてないんで、自分に対する否定ってやっぱりずしっときちゃうんですよね。僕ももう YouTube5 年以上やってるけど、やっぱり動画にバッドボタンがつくとちょっと気持ちが落ちるし、コメントで批判されると頑張って作ったのだなって、思ってやっぱりちょっとぐさっとくることもやっぱ多々あります。でそんな中で特にやっぱ再生数とかですよね。その、まあ、再生数が思うように伸びなかったりだとか、あとはその自分が面白いって思った動画が伸びなかったり、あとまあコメントでね、あんまり面白くないって言われたりすると、やっぱり来る。でも、これは別に、だからといって、じゃあみんな YouTuber を優しくしろよとか、グッといっぱいつけろよとか、もっと褒めろよっていうのは、ちょっと私違うかなと思っていて、みんなは全然悪くないのよ。うん。それが YouTube のあるべき姿だし、だって、みんなが、面白くないものを面白いって言い始めたら、それはもう YouTube の終わりだと思っていて、ちゃんとフィードバックが来るっていうのが YouTube のいいところなんで、だからみんなからの反応がすぐ見れて、次の日の動画に反映できて、またもっともっといい動画が作れていくっていう仕組み自体が YouTube が流行ってる理由だと思うんで、なんかそれは YouTube のいいところでもあり、こう病みやすい原因でもあるのかな。だから人間やっぱりこう調子が悪い日も、スランプもやっぱあると思うんですけれども、その中でやっぱりこう数字として突き返されたりだとか、なかなか伸びなかったり、あとはまあグッドバッド、コメント、そこら辺も含めてフィードバックが多い職業ではあるなと思います。みんなも嫌でしょ。毎日さ勉強したりさ仕事したりしてる中で、上司とか親から毎回じゃあ今日何ページまで終わった？ちゃんと覚えたの？じゃあテストしていい？みたいな感じでフィードバックが強烈すぎるとちょっと嫌じゃないですか。それが毎日続くって思うと、まあそんな感じ、簡単に言うと。だからフィードバックが強烈なのが一つこう病みやすい原因なのかなとは思いますね。だからコメントとかをちょっとこうちゃんと見すぎちゃうんでしょうね。私も誰よりもコメントを読んでる自信はあるんですけど、いい意味でコメントって別にそんなにこう真摯に受け止めてなくて、みんなもさコメントをするときってさ、別にさ今回どうするしになんて送ろうってござろうかっつって一生懸命考えてコメント書くわけじゃないじゃないですか。基本みんななんか見て面白かったとか、ここつまらんやったとか、適当にねお菓子食べながらテレビ見る感覚で感想を言うじゃないですか。私もそれぐらいの温度感で捉えてるんですよね。みんな今回は面白くなかったかとか、ここ面白かったんだとか、そこそこで捉えてるんですけど、やっぱなんかね真面目にやっぱり捉えちゃうと辛くなっちゃうのかなっていうのは思いますよね。でそれが一つ、フィードバックが大きすぎるっていうのが YouTuber がやめやすい一つの原因で、もう一つが、成長実感の話をしていきたくて、これはね、登録者が20万人からどれぐらいだろうな、僕の体感80万人かな、登録者20万人から80万人の間にいる人って結構病んでやめていったり、ちょっとスランプに陥ったりする人が多い。もちろんね、大手の人でも瀬戸さんとかは結構ね、動画をお休みしたりもよくしますし、もっとちっちゃい規模の人でも、病む人はたくさんいると思うんですけれども、20万からね60万登録者60万の人がよく陥る、一つの罠として成長実感っていうのが私あるなと思ってるんです。成長実感って何かっていうと、例えばね、登録者が、1000人の時から1万人になった時って猛烈に嬉しいんですよ。猛烈に嬉しい。やっぱその明らかにリアクションが違うから、その動画を上げた時のリアクションだったり再生数だったり、もうわ自分成長してるっていうのをめっちゃ感じるんですよ。これが成長実感で、これっていうのはだいたい登録者20万人ぐらいになるまでは上がり続けるんですよね。あ、今回もう俺は成長してるんだみたいな、今日より明日、明日より明後日、どんどんこうね、成長してる実感があったり、あと生活も変わっていきますよね。登録者20万人超えてきたらね、みんなタワマンに住みがちっていうのはあると思うんですけれども、その衣食住全てにおいてグレードアップしていく。 YouTuber って結構儲かるんで、その儲かるし、そのなんか他の会社と比べてさ、なんかこう自由に使えるじゃないですか。こう言ったら誤解を生むかもしれないけど、利益率が高いと思うんですよね。 YouTube って別にこの動画をさ、私が撮るのもさ、そんなにコストかかってないし、で収益も結構高いじゃないですか YouTube って。だからそのいい食住がグレードアップしまくるんですよね。 YouTube はみんないいとこ住んでたり、いいもの食べてたりしますよね。でその登録者20万人ぐらいになるまではもうね、新しいことだらけですよ。こんな料理食べたことない、こんな家に住んだことない、もうね、自分が成長してるんだっていうのをもう身をもって生活で体験できる。ただそれを超えてくると人間ってあんまりね感じなくなってくる。例えば登録者20万人の人が登録者21万人になってもめっちゃ増えたっていう実感は、もちろん感謝してるんですよ。もちろん感謝してるし、そう増えてるっていう実感はあるんですけど、登録者1万人から2万人になった時の実感と20万人から21万人になった時の実感ってあんま変わんないっていうか、こっちの方がやっぱでかいですよね、感じるものとしては。だからその成長実感がだんだん薄れてくるんですよ。で生活水準も高くなってきて、登録者20万人超えたあたりからみんなその自分の例えば動画とかの再生数が増えたり、そのチャンネルが成長することによってのこうなんか変わったなっていう実感が少なくなってくるんですよ。これが一つ、成長実感の鈍化かなとは私は思っていて、でそれによってね結構こう病んじゃう人を多いなと思いますね。だからやっぱ人間さ、成長してる時とかさ、こうはもういくらでも頑張れるわけよね。その成長してる時って楽しいじゃないですか。だってゲームだってさ、上手くなってるって実感があったら楽しいじゃないですか。ただ自分が上手くなってるっていうことを感じなくなった瞬間、なんかこうつまらなくなったり、あとはなんかその YouTube 自体が嫌いになってるわけじゃないけど、そのやっぱね実感がなくなるとどうしてもこのブーストが切れちゃうというか。だからそれまでは全然疲れ知らずで走ってきた人がちょっとこうあるタイミングでその走るのをやめたタイミングっていうのがやっぱここに重なるのかな、成長実感がなくなるタイミングなのかなと私は思います。で何の話をしてるかっていうと、YouTuber 病みやすい、話なんですけれども、そういうこう僕と同じ規模だったり、他にもね横のこう YouTuber 仲間たちがねいろいろ悩みがあったり、するんですけど、一番のやっぱ解決法は愚痴ることとか、あと友達に相談したり仲間に相談することがすごく重要だと思うんですよね。これをもし見てるね中堅 YouTuber だったり病んでる YouTuber の人たちは、やっぱ仲間に相談したり愚痴ったり、あと、気持ちを共有したり、そういうことってめちゃめちゃ重要だと思います。人間やっぱ話すとねスッとするんでね。というところでこれを見てくれてる、皆さん、最後まで見てくれてる皆さんはね、YouTuber っていろいろ大変なことがあるんだなと思いつつも、でも別に視聴者さんは関係ないっちゃ関係ないですからね。YouTuber が病みやすい理由っていうのを今日は、私が思うね、YouTuber、中堅 YouTuber が病みやすい、理由について、話していきました。いかがだったでしょうか。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。